松田鈴木です。さあ今日も元気に積もりに積もった鬱憤を体操で発散させましょう。一緒に体操するのは清水美智子です。積もり体操第一、よーい。腕を後ろからねじり上げて妻を屈服させるつもりの運動。1、2、ギュッとねじって、うん、そう、汚い言葉を投げかけて、正月妻の実家にいやいや帰るつもりの運動。1、2、居場所がない。3、4、興味もない。腕を大きく回して妻の親戚の子供を振り払うつもりの運動。1、2、シールを貼るな。3、4、シールを食べるな。手前、政治に興味のあるつもりの運動。与党はとりあえず批判、はなんだかな。家に戻って妻の家族の悪口を言うつもりの運動。父親はバカだバカだ、母親はブスだブスだ。あくまでつもりですよ。頭の中の運動ですよ。最後に息を整えて、自分にかけられた生命保険を解約するつもりの運動。お前に金なんぞ残すか、死んでまで残すか。さあ精一杯積もりましたか。それではまたいつもの退屈な日常に戻って、いい夫のふりを演じましょうね。